リーがラウンド1おっとファイト防げるかご苦労止められるか特別性ですよ。さてゲスト会は4月28日第62回ランキングマッチです。いいゲストは太陽がコーナーゲスト10人構成1戦目はベータバースのチクラ。まだベータ優勢で進んでいる状況だが、マジカルアッパーカット。まず一方選手はベータ。ここまで勝っている。アッパーアキラ譲らず。2周目は勘弁なみなが。勝ったのはアキラ B で。アキラが1通過 B が2通過になります。それでは、2位決勝一番下やりますビンバーサス TN ビン対 TN B 兄弟でございます。ビンバーサス TN B 兄弟で B 兄弟で試合を始めてください。伸びてきた。ランバトに出てきて、はや半年ぐらい。だいぶ伸びてきたこの二人との対決、結構見ものですね、これ。だが 4C、だが 4C。まず一本選手はバトン。うめえな。悪いねがやはり出ちゃって。だがめぐみ JC 優しいけどここからコンボ。もう一回ピッチリ SK コン。しょうがなかった折り紙。これはしょうがない。どうしようもなかった。これで A、B ともに決まってますね。B と。ダウンド。A 4台。敗者復活トーナメント。これがベスト8の3戦目。一気に200連。バーサスベーダー。一気に200連隕石で元々のハンドルは半分忘れかけてる俺がいますね。5月8日の俺大会楽しいですね。いけませんけど僕ダこんなことはしても
って体力リードユズラジ止まらない。でもやっぱり接地系の技を使いながら立ち回りは安定しやすと伝わったひでっ JC のタバがカウンター。まず日本選手は一気に突き破れん。歌うぞ。こちらですか。歌うぞ。いいだけです。出し曲げ。回避するな。フェイントは腕っぱで回避する。激しいぞ。さて影響台勝ったのはトルティ。トルティ優勝に先にこっち決まっちゃったか。それでは2人兄弟で無駄肉バーサス紫、無駄肉バーサス紫で2兄弟であります。先に決まっちゃったんやったらどうせダクレン挑戦。なるほどなるほどね。おおこのね金が流し投げ、今のはうまい。あれはなんなん。はい、身の程知らず。決勝トーナメントはベスト8が決まるまでベスト12の4試合は2台使ってベスト8から1台進行みたいな形でやりたいと思います。さて営業台抜け戦の1戦目キジリビャクレンバーストスムーバードスキー。これはねなかなか面白そうよ。どっちもアストレスアゲインから実力を伸ばしてきた若手で、さてここでマドスがワンコン返して止め足フルワキアの粘着、前手でかわそうとしたがうまくいかない。だがコンボミス助けられる。これくらいいいえでなんか前手を止める。ここは対策がきっちり我慢。最後の手出し当てなかった。まず1本目はバドスキー。ファイルラウンドは 283%271 スタート。折り返しジャッキーからエクスペクトワーズ前転に大成功。対策している。ここは雪町のいい対策を見えた。ピンフリーズボケ大成功。だがバドスキーもバックスケでかわす。ジャンプが残ってなくても BJC とかね、スピードを変えられるのが熱いね。ちゃんと保険を使いながら雪たちは立ち回っているが、マドスキーがいいセンスを見せて追いつくでスパー見えてます。回収しながらの規模ガード大殺行動。そういう EX ガードが許さない。ハイホース入れてそこからこれも耐久つぶしの B フリーズ。体力が逆転ジャンプシーンカウンター。だがパワーあっちから全然成功どうっすよく通せ普通だけで登ったけど最後は暴れつぶしたく前ってからの 5A5B かな11第3ラウンド134-274。やっぱり開幕ジャンプへの打ち合いで勝ったのはバドスキーだったが勝利を1回目全身バクステで対応を避けて惜しいから投げるシリーズダウンを取ってビーズリーズからもう1回もう1回EX フリーズシェーバウンタケもう一回パスは集中ガード投げて。いやーこれは雪たちいい出し投げ残るかな。残るよね。そして最後コマ投げ影響大勝ったら9200年ホワイトレーン2で4起きる。
いきましょう。抜け線の2戦目トルティラッキースターバーサスムダニク。今京都勢の中で最も脂が乗っているプレイヤーの一人であろうムダニク。ラッキースター相手にどこまでいけるか。ライダーキングカウンターからワンポン4300固めて EX。 さあ、ホテヤキスイが投げ暴れだと。ボビーからダッシュアッカイだと。ここは大体コード。リバースのエースカリに対する召喚に対して多分アッカイが掴む。そして最後は手出し。まず一方のステージはムダニク。いいねいいね、よく考えられてる。第2ラウンドは214バーサス145。JC を階段からどうしていったらムダニクだったがコンボミス。もちろんそういうところは見逃しません。護衛大空間がワンコン日傘扱い勝負入れているムダニク。いいえ、トークかスターク4だけどコンボミス2回目。消えてくれバキッタイステーク取った。最後は護衛まで勝ったのはムダニク。というわけで勝ちは最初はムダニク。継ぎはぎだらけだな。面白そうなんだよね。第62回ランニングバトル決勝トーナメントベスト12よりスタート。1戦目エイジバーサスムダニク。このエイジという男はハシャのコーンアカンギハを倒し上がってきた。ひらりと見たがその実力は本物だと思われる。対するは岸田のムダニク。今一番京都圏で油を乗っているプレイヤーの距離2回通して3回ドープ。さすが両脇軽さが違う。まず一方選手はムダニク。第2ラウンドは 186-80 からダッシュ越しスタート。見逃しません。JB ノーマル崩れないが引いてカウンター。嘘っかい暴れ。ムダガードしたけどムダ当てでユニフェル赤い後ろ汗から折り返しが通る。ワンチャンあるか。拒否ったライダーキングが同じセーフ。だが最後も暴れ潰し石破戦はきつかったが勝ったのはムダニク。やってしまうのか。これ見た感じ五分よ。抜けてベスト12の3戦目アキラバーサス一気に開くのいきます。なんとかバクステリスカイにしながらアキラがベストスカイ5連の攻めをいますが、ここはある程度はまあ4勝1といったところ。ジェシーカウンターからのフリーズ。体力はこれで5分。ビーフリーズ裏から投げる。ワンバウンドしか通っていちゃだいぶ戦いやすそうな気がしてたが、ワンボンスタートし解放拒否ます。こういう裏もジャックしてビーフリーズこのライそのタイミングで2位をこすり勝ったのは雪橋一本選手7位学年。第2ラウンド141-41。もちろん現状況はあちら有利から変わりなし。一本にちゃんとジャンプでかわすがジャックの防衛からワンゾーンタイミング入り2回目飛ばせて落とす。ここはデカボン交えて中段ガードスなんか通るビーフリーズから中段ガードボラしたゴッド反撃は意外とない。ワンコン空中フライ。こっからアキラがエクセ使って優しい取りこぼさない。体力差が地面割ってなんとかフォロー。そういう場合は許さないが、ちょっと安い。リードはアキラだったが、ジェシーカウンター先生、さすがゲラウンドカードバクってる回避。
たどったここは雪が邪魔だ。ジャンプシーまで1時ダイソラウンド146-50。怖いところ、こういうところでスタントに遅れているのがいい感じ。2A が先に当たる、半分まで。そしてこの 2A が速い。さてどっち、大砲やめ、大砲までは許してやろう。だがここからの攻め受け入れるか。 A が速い、フルコースで残るけど昇竜2回目、2回コースだ。いいよ、そういうのいいよ、諦めない。だがジャッジまで、最後はパワーを見せて勝ったのはアキラ。いいなぁ。じゃあ4試合目、ライライだがゴールデンウィーク万歳やったねって感じてきた。スパイシャルはまあまあランバドの中で一番の若手でしょう。前回ぐらいより参加してるアンパン。ベスト12の4戦目、アンパン VS ライライ。ライライは多くなと一触れ合ったプレイヤーも多いんじゃないでしょうか。さて体力は5名、アンパンの番、ケイダ B からプレセントリーズの攻めはそこまでめちゃくちゃ強くないが、足回りの安定度、ここを崩すことができるか。すごい、キットバッキーが良かったら取り切れず、ケビーカウンター、無理しない。ケビーとバッカラのワンコン、優しいマーク、お互い使った。体力はほぼ5名、アンパンリードからのジャッジ。ゴビから触り出し、固めて届かない。だが2進マコン、あれが中断、もう一度固め直し、固め直し、3進取り切れない。さてどうしよう、こうなったらスーパーオーゴタイムなわけだが、耐えきれない。 BC まず一本選手はライライ、ラインアウト158対75。青子セットがあんまりやったことなさそうなのが安全的なきついところか。マジこのパス、ターンが変わる、立ち回りへ、安心感のシッシゲー中だけ、いいとはここでライライ、シューティングを使って体力リードを広げようとするライライに対してアンパンが追いかける正解。 JC からスタートジャンプに大成功、1リスマン、あっここで4800は結構でかいぞ。中断、解放、アンパン帰る、いたはるだがジャンプで中断いくからの優しいリードはまだアンパン、触り出しのライライ DB タイプ決めてんぞ。5位が相打ち、触り出しから脇背を読んでのもう一回固めて、間に合ったけどもう一回ワンコン、わずかにリードはライライ、解放は許しません。弾を飛ばしながら、さて解放が通った、逆転。さあどうする、ジャンプし、そしてあー優しさ、なんという優しさ、出る、アウト、三振コスリ、最後は魂と三振コスリ勝ったのライライ。いきましょう、ベスト8、ライライ対 BAB ですが、笑かしたってなるわ。第62回ランキングバトルベスト8第1戦、アクがバーサス赤星。さて赤星ももう京都の子さん、この男がどこまで登り切っていったところだが、アクがスタートしてしまうのか、まあ、今が失敗、アキラが抑えながら奪ったら、でも押していった、さあ出た、あ、いろいろあってアップドライブ、まず一本選手はアキラ、第2ラウンド0対177、やっぱりね、細かいところが最高なんで、アキラうざい、
裏回って逃げたいというのが、こういう裏回りからあったが、2回目は認めません。ジェミーカウンター、ここで両替業だろうと、ラブリー大成功、繋がらないが、もう一度大きくて2C3C、 こんなことで両替業だろうと、ジェミー止まれ、ジェミーカウンター、カウンコンコンってブラッドリーの大輝でゴミバイク、ワゴンアキラがここは堅実技ありで立ち回り、ベストはまずはアキラリズムバイク2戦目いきましょう。ちゃんと使いないとハムでいきます。さていきましょう、ベスト8第2戦、ラッシャー VS アヤレン VS クイシオン、シオンにしてみようかなと思ったけど、俺やっぱシオンダメだわってことで、 V シオンに戻し出したら東京を維持している。そんなら大体合ってるやろ、だからその V シオンで頑張り続けてベスト8まで持っていくのは立派と言わざるを得ない。まずはラプチャーが連着しているところ、受け身狩りフリーズはガードが間に合う、だがもう一回ゴーシンからのプッシュで、ナイスゴー、受け身取るしかなかったけど、まず一本選手はラプチャー。第2ラウンドは31対152、この現地状況を生かして先手で、おっ腕シンカーの食い上げ粘着、ジャンプビーカブリ触りだぞ、ワンコンエリアに持ってってイースで締める、うーん声ゴミが2段、これをバンカー、生バンカー我慢した、取りこぼさず、はい、そして受け身がリクリーン、さらにワンコン、もう一回受け身、さらに JGC 連着投影ゴーシュン、 B フリーズ B フリーズ、手だけ地面シュラッタク、これはしょうがない、勝ったのはラクちゃん、ラクちゃんが勝利、ボンタ怖いものしらず、いいね、ベスト8第3戦目、ボンタ VS ムダニク、センターがお互い振るめ、アキラ VS 福島、変わり出し、ゴーエーカウンターズの生 EB でつなげ、勝負の逆転が到達、リーダーボンタ赤い、ボンボン投げが通る、サバからスパシゲラ、残るね、下回るところで、最後は次宅まで、まず一本選手はボンサー、第2ラウンド294対157、ローカイトシーが開幕の1ポリーゲージ減らす、触ったジェシーノーマル、いろいろあったコスリガットなボンサーはこれぞジェシーアウト、さてワンチャンス折り返し1回成功、だがコンボミス、どうしたムダリク、立ち回り触り出し耐え切ったか、なんとかチャンピオン、もう腕大金出した、クイレッパー遠くでモンスター立ち回る、捉えきれないムダリク、触り出しワンアクイ裏切らんガード愛知まだいけるラブって手堅いね、そしてスマダンさん、いろいろあってただバックスキッチを刺した、よくいるエクステから裏カード、うえまだ上がってる、ミニガード、あーまあ大成功、ゲージからガード、そしてアーセブアーマーステアーマースレーが多い、ダウンの3スレイというわけで第3ラウンドは2番の79、折り返しはバックステで回避するボンダ、2位カブリーランが残ってなかったが優しいぞ、キーガード抑える、変わり合いターンは取れず、もう一度ボンダが返し、カウンターからムダニクのターン、足を切れる、前へ来て今度は扱いで解決、もう一度扱い、さらに扱い
下が僕だよ。無限の圧力だよね。4が1回勝ったらやめなにくん。食後の運動ラウンド8第4戦 BAB バーサスバイライ久々にラウンドトリキからいきなりゲスエイトに残ってこの対決で予定はライライブルブー選択そして BAB は14あるさてこっからキレのある読み合いを見せる BAB が間違えてるかブルブーブルブラ全然で入れ控えた影になったのは結構の敵ならなかったいい勝利まであと1本選手はライライ第2ラウンド151番の110カバー裏足を当てながら中心回復がやっとしたここからがタラタンさだが取り切れないでももう1回いやなんかもうこういうこういう老人性っぽい言い方がやった見てくださいさては裏さらに中段を通して固定切りからの出し投げ11第3アウト36対29勝利よく見てんな下げて表側が有利強いバーチャルシャッフィングがやりしちゃうなワンゾーン4400いっぱい減ったよアウトだワンゾーン残念によし VC 空だけこれで前進からだったが弾が守ったバスコーチさすがに決まっている勝ったのはライライやりすぎたかいやこのゲームあのレデュースダメージであるから準決勝第1試合今日もちゃんと写真圏内残ってきたなここ第62回ランキングバトル準決勝第1試合ラッチャー VS アキラ最近ちゃんとベスト4まで残ってきているのはこの男アキラこっからのポイントの伸びに注目していきたい第1位はラッチャー1番がポイントで3位になっていたらこっからがレディーカップからのワントーンインパルだったが6点13メデューズがいるだよレディーかぶってこのレディーカップが入れっぱに当たるセーブワントーンよきから投げる今のはいいいいピックですまず1本選手アキラ第2ラウンド59対100ボディこれを取りこぼさずエゴロ君、ゆっくり行こうぜ TV 対戦、インパルでは問題なし空間制圧に出るアキラそれに対して、ガンガンを伺うラピュアだなリーチ投げたくラピュアン、逃れて投げてもらうとさて、ラピュアンとさゲージ回収重視しながらエゴロ君、高まっていないだとラッチャー勝負のかぶり中投げでチキンを買ってあだがここですステージステージ回収おーっ自動解放入りますいいやばれ体力はだがまだなくまだ諦めも回り返しバックして回避バチバリから始めようステージアウトこれで逆転三着全然の勝負スピードが通るもっとミス優しさスピードはラクちゃん抱き込んだ頭に逃げやがれよっこした逆転している抱き込めない抱き込みたい抱き込んだ逆転した最後はクーガリ越え11ラウンド3第3ラウンド127対100デニシー巻き込んだだけデニシー大成功マイク確かな大スパがフルコンいたらず粘着するラクちゃん JB からワンコンさとはシーズン2回目オートスパーク
だが受け身を買ってワンコン。兄弟どうする？中央に逃げる。竹シルバー間に合わない。追いかけるアキラ。だが最後はチキンガードクラゲ、ナビちゃんの勝利。おっと、なるほどね。そんなとこにいると蹴り飛ばすよ。さあ行きましょう。準決勝第2試合、ライダイバースタスブザリク。テンパクのライダイ、まずは破裂カウンターでワンコンだったが取り切れず。おっと間に合った。ワンコンさらに入れる。ミシン続けろ。ライライが丁寧に集まってる印象。さてめんどくさい、さてめんどくさいぞ。寄ってこいよ。よいから寄ってきた、寄ってきた、やっぱり寄ってきた。バリ出し、うなりくん固めて、ライライ我慢、我慢しきった。だがジャンプシーンカウンター。もう一回、すごいすごい、死なないでね。大玉、大玉邪魔、ガードして、もう取り切る、うまい。ケーシーに逃げたら中盤だったよ。ババラの最後、村人が逃げるから何も起こない。なんとか勝利で取って駆け投げる。最後は受け身なりまで。まず一方選手はライライ今僕はあなたを超える。第2ラウンド286対18。逃げが通る。タクはキャッチ。ここでスナーク、リードはブナリク。ジミー、打った。取り切った。さてさてさて、リードを食べるブナリク。J からバクって、サイトがバッチリ。 JC にカウンター取り切れない。でも受け身なりからちゃんとワンコン取り返しだったが解放で拒否。死なないでね。お玉一度受けに回るブナリク。 JB カウンター。さてタクは逃げれた。タクは許さず受け身狩りして、行った。届かない DC、 いろいろあったよ。いやまで最後はユニフレーム EA で攻める。落ち着いていた11。第3ラウンド68対276。ここからメイン巻きながらJCB、つながらず流れが通っただけ。もう一度立ち回り、ゴミ届かず。ジャンチカウンター取ったが取り切れない。勝利チキンを枯れ、折り返しは当たらない。赤いステッチライライはここからゆっくりだな。 PC ごめん、ちゃんと人確認。サボだ。ジェシーカウンター。こっからメダリカ上げて折り返しはカード。さらに一回耐えてリードを避けるライライ。メダリクが追う。どうする、届かない。変わり合い、変わり合いだ。ジェシーノーマル、頭が邪魔すぎる。ライダーキック今回は通らないか。いいよ。最後は DX に当てる。ドットのブナリク勝ち部というところだと。若さの勝利、勝ったのはブナリク。ライライハーフか。ハーフクイーンちゃん大決定戦、ライライバーサスアキラ。さてキャラは変われど、青子バーサスインファイティング回転。この対決で、ここ1ヶ月くらいの何やろ、食卓の優先権がかかっている。おまかいな、シールドバンカー、コースだけ。さあ、ここで勝負、空中ヒットで耐える。ライライがここは、球を待ちながら立ち回っていく。折り返し、クリアしない。最強を見せ、美味しくいただき。今が多かったんで、安いから問題なし。地上解放まで。マンガもう一回。金曜だな。入る。変われない。高め押し。
ダンスシーンで解決するライダー、そして解放呼び、いろいろあった体力いいな、ここで飽きたから2回目のスライド CCA ファイルが飛ぶ、それだけはアキラ3回、耐えていいね、あまれ、コンポツ上がってない、この音でやるよね、まず1本選手、アキララインアウト、10対87それだけ飛ぶとはアキラ、この男はやるよ、でもワンコン、ナイス、いいえ、クーティングと見逃しません、まずはかぶって、暴れ潰し、繰り返せ、恐竜で大国で、右の方がいいかな、まあしょうがないね、大丈夫です、上がってコメント、これ2回目、ステージ連中だったね、ステージ取ったけど、助かる、いろいろあった、いや、暴れ潰し投げて勝利が5位と相手勝ったのはアキラ、3位がアキラ、4位がライダーになります、めっちゃ嬉しそうです、これ俺たちが通った道、通った先通らせる、第62回ランキングバトル決勝、ラッシャーバーサスメガリング、開幕から JTT 巻き込み大成功、まずは楽勝、起き上がり重ならない、だがこういうイレッパーは遅らせ防衛で殺す、ズボン勝利、ズボンだ、どうしればだ、イレッパーを潰せ、今度は20ヒット、どうせイレッパーが死ぬ、さあどちらが耐えた、ここでグラリク立ち回りの権利を獲得、お願い立ち回ろうぜ、止まる、体力リーダーラプちゃん、グラリクが追いかける、さあここで防衛に逃げる、まず一本選手はラプちゃん、第2ラウンド87対229、西へ相打ち、ゴフィーこの潰しが決まる、ショベラッチャン、ネコロケゴフィー耐える、ネコロケは今度はゴフィーが通った、バッテフリーズ巻き込み、ラッチャン5攻めは最後が嫌でもなるなら正解が耐える、ステミングでさあ崩すしかない、ワンタンが押し合う、セーフセーフ、サンキー見逃しません、クラゲからのダウンを打ってしまう、勝ったのはラッチャン、決勝の壁は厚かった、というわけで